照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。まずはカープの先発トコダがマツダスタジアムのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、さあどう来るか。低め、これは決まった。アウトコース外れます。アウトコース外れます。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番の糸井。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。マウンド上トコダ、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか。ここは落としてきました。弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか。タイガースマウンドに上がるのは先発のメッセンジャー。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。野間が打席に入ります。さあタイガースはエースが登板ということになります。さあそのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。空振り。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。2試合当たりが出ていません。メッセンジャー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目。インサイド変化球決まっています。打ちました。センターへ打球伸びる。センターライナー掴んで、これで2アウトです。3番バッターバティスタ、昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。
インサイド変化球決まっています。際どかったですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。コーナーを攻めます。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。2回に入ります。タイガースの攻撃、打席には4番バッター大山。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。さてカープの先発は床田、昨シーズンは未勝利に終わっています。打ちました、菊池、アウト、ワンアウトです。バッターの福留、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね。ただ打点が少し物足りないですよね。チャンスの巡り合わせもありますけど、もう少し勝負強さが欲しいところですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。田中、アウト、ツーアウト。バッターは6番ナバーロ。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。この回の床田、もうツーアウト、まだ2球しか投げていません。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。インサイド見送っています。これが2球目。ファウルになります。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクです。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。取ってスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。2回の裏、さあカープこの回は4番から始まります。バッターは鈴木、2試合当たりが出ていません。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあカープ先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいですよね。そうですよね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから、非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。よく見極めましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。外角低めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。際どかったですよね。インサイド落ちました、ファウルになります。ツーボールツーストライクです。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。つなげたかったですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の相澤が入っています。いいボールが来てますよ。はい、低めのストレート、ストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。引っ張った、高いバウンド、サード取った、一塁へ。ツーアウトになりました。
さあそして打席には阿部が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。これが初球、初球打ち、これはどうか、最後はライトフライ掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったカープですがそのチャンスを生かせませんでした。2回終了0対0、同点です。海山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、あのボールも走っているように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。初球ボール、インコース決まった、引っ張った、レフトに上がった、ここはフライになっています。上がりすぎました。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは8番北条、昨日はマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました、ボールになります。低めはこれは入っていました。インサイド落ちました、切れていきます、ファウル。変化球が低めに外れます。インサイド落ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。ここはバントの可能性が高いと思いますよね。はい、さあ送ってくるか、ここは確実に送っていきたい。バントしました、ピッチャーが取る、一塁送球、アウト、ツーアウト、送りバント成功、ツーアウトランナー二塁。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。なるほど、このストレートは入りません。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。3回の裏カープの攻撃、バッターボックス田中、2試合当たりが出ていません。カープ0対0で迎える3回の攻撃です。空振り、ナイスボールですね。あっという間に2ストライクです。打ちました、ファウルになります。ファウルになります。次が5球目、ファウルです。見逃して三振になります。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが先発の床田がバッターボックスに入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。
インサイド落ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター野間、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ツーアウトになっています。高めストライクになります。ノーボールツーストライクです。打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。3回終了0-0、同点です。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、2番バッター糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。カープ得点に動きはありません。0-0で4回を迎えています。さあ2球目は何か。打ちました。菊池が抑えています。ワンアウト。打席には3番バッター糸井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インハイ際どいコース、落ちる球、4球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうか、破りました。センター前、これで5試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返されてしまいました。打順は4番大山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ。初球大きく外れています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。一塁ランナーはそのままです。3球目打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだ、どうだ、フェンス直撃。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打。ワンアウト3塁2塁です。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー2塁3塁となっています。いやちょっと慎重になりすぎてましたよね。さあそしてバッターボックスには福留が入っています。また気の抜けないバッターですね。さあ先制を防げるかという場面、まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。インコース低めのストライク、これが3球目。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。はい、高めストレート外れてボール。うちのボール打った。さあバックホームするか。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。福留きっちりと犠牲フライを決めました。カープさらにピンチが続きます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね。犠牲フライで先制点を取られています。さあそして打席にはナバーロが入ります。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。ふわふわっと上がった。この打球はフライになっています。
掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース犠牲フライで先手を取りました。1対0タイガース先制です。赤星さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、まあここからじゃないですかね。とにかくチャンスを作ってまずは得点したいですね。そうですね、エースを打ち崩すことができるんでしょうか。切れてますよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ノーボールツーストライク。アウトコース打ちました。センターに抜けました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。バッターボックスには3番バティスタ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。インサイド打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは4番鈴木。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。カープ初球打ち。さあどうだ。レフトライナー掴んでこれでツーアウトです。バッターボックスは5番西川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては高めのボール。これはセンターへ抜ける。カープチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返していきました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあカープ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ってこともあり得るんじゃないですかね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには相澤が入っています。まず変化球決まってワンストライク。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。誘っていきましたが外れました。さあ勝負してくるのか。落としてきた。しかしバットは止まっています。空振り三振。前にボールを飛ばせません。残念ながらあと1本が出ませんでした。最後は三振。大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。まあ思っているより伸びてきたんでしょうね。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム。4回終わって1対0タイガースが1点をリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただまあどうでしょうね、ぼちぼちその交代ということも。高めのボール打ちました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。これはどうか。取りました。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発のメッセンジャーがバッターボックスです。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね。絶妙のコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。147キロ。高め打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。これはどうだ。トコだ。一塁アウト。スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはタイガースです。これから5回の裏、7番から始まるカープの攻撃。阿部がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。カープ1点ビハインドで迎える5回の攻撃です。
さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですからこの辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。これはサードライナー。打席には1番バッター田中。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはカープが床田、そしてタイガースがメッセンジャー、この2人の投げ合いとなっています。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。センターが取りました。ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の床田が打席に入ります。ここは何とかして塁に出たいですね。そうですね。次が2球目。高めいっぱいに決まります。149キロ。さあ3球目は何か。打ちました。流しました。これはどう。三遊間抜ける。レフト前ヒット。これがプロ入り初ヒット。2アウトランナー1塁。ここはナイスバッティングでした。ピッチャーにヒットが出ています。いやー、ピッチャーとは思えないバッティングでしたね。打順はトップに帰って野間。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に引っ張った。あっと取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁。ここは見事なバッティングを見せました。これで二塁三塁にしています。そうですね、いい形に持っていけましたね。さあカープ一打出れば逆転という場面です。まあこの辺りで逆転して終盤のゲームプランを立てたいですよね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンスに強いバッターに回りましたから、ここは期待も高まる。一、二塁間抜けていく。バックホームする。サードランナーホームイン。カープ追いつきました。1対1。試合を振り出しに戻しました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで追いつきました。この後どんな展開を見せるんでしょうか。3番バッターバティスタ。カープこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。いやー、見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。改めてお聞きします、このバティスタどういった。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。アウト。盗塁失敗。これで3アウト。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。5回終わって1対1。カープ同点に追いつきました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏、このチャンスの場面、手を出しますが外野へのフライに終わります。先制とはなりません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう。高めのボール、大きな打球になった。これはどうか。センターオーバーのヒットになりました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあそしてバッターボックスには糸原が入っています。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。まあこういった局面での攻防が後の展開に響いてきますから、ピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。
め見ました、ボールです。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、勝ち越しのランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース勝ち越しました、2対1になりました、カープリードを奪われました。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました、まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーム中盤ここでリードを奪われます。バッターボックスは3番糸井、前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。カープこの回勝ち越しを許しています。小宮山さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。次が3球目、打ちました、高く上がった、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、ライトが追いかけますが頭を越えました、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。ここはうまく打たれてしまいました、これでランナー二塁三塁とされました。いやーちょっと慎重になりすぎてましたよね。バッターボックスには4番大山、カープこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの打線の流れをそろそろ止めておきたいところ、できれば三振を取りたいですね。ここはそうですね、低め見ました、ボールです。この場面今のような緩い変化球を狙うバッターもいるので注意はしておきたいですね。ああそうですか、センターへ、これは距離が足りないか、さあサードランナーはどうする、掴みました、ホームへ、犠牲フライにはなりませんでした、ワンアウトランナー三塁二塁です。最初は変化球できました、2球目は何で来るか、バットを出しません、3球目は何で来るか、外へのスライダー、ここは見極めています。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました、タイガース追加点、3対1、カープなおも三塁一塁のピンチ、警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあそして打席にはナバーロが入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、左中間へ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました、4対1、カープなおも二塁一塁のピンチ、抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあなおもピンチの場面、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか、落としてきましたがこれは外れます。変化球が高めに抜けます、
小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。打ちました、取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。4対1、タイガースが勝ち越しに成功しています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバティスタ。カープビハインドで迎える6回の攻撃です。これが2球目、打ちました、ショートが取る、一塁送球します、アウト、ワンアウト。4番バッター鈴木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、高い打球レフトへ、この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス西川、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。初球ボール、さあ2球目は何か、高めに決まりました。入れてきました、ワンボールツーストライクです。打ちました、さあどうだ、糸井が掴んでスリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって4対1、タイガースがリードしています。これから7回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。菊池が2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球打ち、菊池抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のメッセンジャーがバッターボックスに入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。ファウルになります。次が2球目、2球目打ちました、田中が掴んでツーアウト。打順は1番に返ります。バッター近本、さっきツーベースを放っていますからね。ここは警戒しているでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。インサイド落ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。2番バッター糸原、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。いや、そこは抑えたかったですね。はい、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。そうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。4対1、タイガースがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。赤星さん、やはりこの投手相手ですとチャンスを作れませんね。ここまでの流れを見るとなかなか攻略するのは難しそうですよね。そうですね、攻略の糸口は見つかっているんでしょうか。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めのストレート、ストライク。
元への変化球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。近本抑えてワンアウト。バッターボックス阿部、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、当たりは良かったですよね。調子は悪くなさそうなんで、今度はやってくれるかもしれませんね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打順は8番田中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。バットは触れてるんで、今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。インコース決まりました。あっという間にツーストライクです。さてバッターボックスの田中、バッターとしてはどういう特徴がありますか？いや、やりにくいバッターですよ。引っ張った、ライトに強い打球、ライトバックバックバックする、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。田中、俺が。バッターボックスには代打の松山。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。変化球を見極めます。ストレート打った、ピッチャーが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。7回終わって4対1、タイガースがリードしています。これから8回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。中村が3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは中村、今シーズン5試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール、2球目は何で来るか。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ストレートが決まっています。これが3球目。高め打ちました。これはどうだ、ボールを拾ってアウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。高め打ちました、掴んで2アウトです。バッターは5番福留。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、2アウトになっています。引っ張った、高いバウンド、セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4対1、タイガースがリードしています。8回の裏カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。ジョンソンが2番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのはジョンソン、今シーズン3試合目の登板です。昨日はリリーフに失敗、負け投手になっています。さあ赤星さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあ相手の調子も見極めながら甘い球を待つことでしょうね。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には菊池が入ります。さあここは追い上げておきたい場面、勝つためにはこのチャンスをものにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。このストレートは外れています。
152キロ。さあ3球目は何か。ジャストミート抜けた。セカンドランナー帰れば2点差。ボールは中継、レフト前ヒット。これで3安打猛打賞。さあそしてバッターボックスにはバティスタが入っています。さあチャンスが続きます。攻撃がいい流れになりつつあるんで、しっかりつないでいけばまだまだいけますよね。なるほど、そうですね。まず変化球決まってワンストライク。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか？中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性は高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ランナー三塁一塁は変わりません。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入っています。ファウルです。ここは犠牲フライではちょっと寂しい気もしますよね。点差もありますからね。そうですよね。さあ勝負強いバッティングを見せられるでしょうか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。ランナー三塁一塁はそのままです。ここは打ってほしかったんですけど、まあただね、次が彼ですから非常に期待がかかりますよね。このチャンスに期待がかかる西川がバッターボックスです。強い当たり、ショート正面、難しいバウンドをさばいて二塁アウトで3アウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって4対1、タイガースがリードしています。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウトです。バッターは7番梅野。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。中村、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショート取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番北条。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、菊池が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。4対1、タイガースがリードしています。最終回カープの攻撃です。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。さあマウンドを任されたのはドリス。今シーズンは1試合投げて1セーブを挙げています。さあ赤星さん、当然予定通りということなんでしょうけれども、いかがですか？まあこの状況は厳しいものはありますけど、まずは先頭打者がいかに出塁するかですよね。そうですね。さあ注目の打席です。痛烈、これはショートライナー、いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか？まあこれは守備が良すぎましたね。バッターボックスには代打の長野。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。ファウルです。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返したいこの場面、バッターボックスには田中。ここは思い切ってエンドランを仕掛けてみたいですね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。
った上田、これでマルチヒット、ワンアウトランナー、バッターボックスには代打の曽根。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。初球大きな変化球でまずは空振り、緩いボール決まっています膝元、ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルボールです。右方向、さあいい当たりになった、ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ、2アウトランナー二塁一塁と変わっています。つなげたい場面でしたからね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかりと、しっかり捉える、抜けた、セカンドランナー帰れば2点差、落ちた、ヒットになる、セカンドランナーホームイン、一塁ランナー三塁も回った、ファーストランナーもホームイン、カープ2点返しました、4対3、なおもチャンスが続きます。いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。まあこのままでは終わりたくないですからね。これで1点差に詰め寄りました。ここは続けていきたいですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、チームとして。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、同点のランナーが三塁を回った、中継にボールが送られる、バッターランナーは二塁まで進みました、カープ同点、4対4、さらにチャンスは続きます。ご覧いただきましょう、この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れが出てますよね。試合はこの後どんな展開を見せるか、さよならとなるんでしょうか。さあそして打席にはバティスタが入ります。さあチャンスが続きます。ここで一気に決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。初球ストライク、よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール、変化球打った、サードの右、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ホームに送球する、どこか痛めたか、痛そうにしています、ちょっと心配な状態です。あ、今やはり怪我が重いんでしょうか、交代のようです。ここでタイガース守備を変えてきました。ここは得点が欲しいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入っています。インコース低めストライク、大きいのを狙うにはもってこいのボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょう。空振り三振、前にボールを飛ばせません、三振で攻撃を終えました。最後は三振、サヨナラのチャンスをものにすることはできませんでした。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。9回終わって4対4、カープ同点に追いつきました。しびれる場面での登板となりました、カープの守護神中崎、チリここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドに上がったのは中崎、今シーズンは1試合投げて1セーブを挙げています。小宮山さん、ここ同点での登板、どのようにご覧になってますか。まあそうですね、どうしても今日のゲームを取りたいということなんでしょうね。ともかくここはしっかりゼロで、高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、ここはセンターが抑えています、ツーアウトです。バッターは守備交代から起用されている上田、
2アウトになっています。打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る。田中一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。4対4同点です。延長戦は10回の裏に入ります。カープの攻撃、打席には5番バッター西川。先ほどの打席はショートゴロ、初球打ち、これは浅いフライ、ライトの前に落ちた、ライト前ヒット、これでマルチヒット。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。タイガース、ここでピッチャーが変わります。一塁にサヨナラのランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは桑原。バッターボックスには代打の石原。さあ赤星さん、一打サヨナラの可能性もある場面となりました。まあ長打が出ればそうなんですけれど、まずはつなぐことを考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあここはどういうバッティングを見せてくるか。このキャッチャーは送球がうまいですから、それを計算に入れて走らないといけませんよね。バントしました。右方向へ転がした、ファースト取った、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー二塁。さあカープサヨナラのチャンスを迎えています。ここが勝負どころでしょうね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには長野が入っています。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、サヨナラのランナーが三塁を回った、ホームイン、決めた、長野サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやこれはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りでマツダズームスタジアム広島から失礼いたします。